はい、皆さんこんにちは。佐賀としてございます。3時20分を回りました。4月はですね、14日の日曜日でございます。はい、4月14日ですね。淡々としておりますけども、日がまだ照っていますね。この部屋には入らなくなりました、この時間ね。3時頃まででしょうかね、日が入ってくるのは。温度は千代田区23度で、この日は24度ですね。いい感じでございます。メール来えへんなと思ったら変なメール来ましたね。合コンのお誘いやってね、もうそういう年じゃございません、私もね。はい、俺に送ってくるなと思うんですけどね。はい、行きましょう。大紀元ですね。新党工作、台湾総統に会うな、中国総領事館、米ニューヨーク市長に圧力行使と。これですね、台湾総統に会うなというふうにですね、デモもあったんですね。デモは1人、ね、200ドルとか400ドルとかいう日当で雇ってるんですって、中国政府が。ふんっていう大事なんですけど、まあ、本文ちょっと読みましょうか。長いんで全部読みませんけどね。在ニューヨーク中国総領事館が昨年エリック・アダムスニューヨーク市長に手紙を送り、蔡英文台湾総統と会うならニューヨークと中国の友好関係が危うくなるとの意思を伝えたとされる。蔡英文総統と会わないよう脅迫したも同然という評価が出ている。この手紙を受け取った後、蔡総統のニューヨーク訪問を記念する晩餐会にアダムス市長は姿を見せなかった。キャッシー・ホークル民主党ニューヨーク州知事も欠席したと。まあ、こんなことやってるんですね、中国の、政府は。ですね、蔡英文さんが去年かな、一昨年かな、なんかアメリカ何回か訪問しますね。南米のですね、国交のある国を訪問するための経由地という名目なんですけどね。直接台湾から便がないわけでしてですね、どっか経由しなかったわけだって。でその経由地でですね、まあ、2泊か3泊してですね、いろんなレセプションに参加をしてですね、アメリカのですね、まあ、要人と会うというふうなことをなさっているんですけども、まあ、その折にですね、こう会うなと、こいつと会うなというプレッシャーをかけ回っているのがですね、中国ですね。でそれを担っているのが総領事館であったりですね、まあ、大使館関係者であったりするんでしょうね。前にも言いましたけどね、台湾ってね、中国から比べたら60分の1の国なんですよ。で経済はもうちょっとね、あれです、多分経済はですね、10分の1ぐらいの国だと思う、10分の1か20分の1ぐらいの国だと思うんですけど、まあ、小さな国ですよ。しかも国連加盟国でもないわけでして、今台湾とですね、国交を結んでる国だって10カ国あるかないかぐらいなんですよ。で日々減っています。減らしてるのは中国ですけど、まあ吹けば飛ぶような存在だと思うんですけどね、中国からすると。しかしですね、なんていうか、もうあらゆる手段を通じてですね、台湾が何かすることを妨害しているという印象がありますね、中国は。なぜそんなに台湾が怖いんやろと。いや、怖いから妨害するわけですよ。なぜ台湾がそんなに怖いかというと、前にも言いましたけどもですね、台湾政府には正当性があるんですね。なぜかというと、台湾は議会の議員も総統もですね、選挙で選ばれてるんですね。次回来清徳さんという来月ご就任になる新しい総統もですね、1月10日やったかな、1月15日やったかな、の選挙で選ばれたんですね。だから台湾は民主国家であると世界中が認めてるわけなんですよ。ところが中国はですね、共産党の専制国家であってですね、今の政権はですね、民主的に選ばれたわけではないんですね。共産党の内部の会議で、はい、次は君ねって切られて、選ばれてるわけであってですね、民主の支持が得られているとは限れないわけなんですよ。だから中国というのはですね、そのですね、民主主義が行われている台湾というものをですね、異様にこう気にしている、意識しすぎるわけですね。で、やっぱりこう引け目があるんでしょうね。ねえ、なんで何かというと、邪魔をして意地悪をしてですね、台湾のやることを妨害しようとするわけです。実におとなげないですね。
おつなげないし、僕みたいな人間からするとこれが中国の弱点やなというふうに思えてしまいます。香港のですね、民主主義、わずかに残っていた民主主義とも、やめてしまいました、ね、やめさせてしまいました。で、そういう点では非難、世界から非難を浴びています。選挙で選ばれている台湾を見るとですね、もう腹が立って仕方がないっていうか、なんとかあれをですね、自分たちの門に取り込みたくて仕方がないわけだって。台湾がですね、世界に認められるのはですね、こう尺なわけですね。だから妨害してるんですけども、まあなんとも大人げないですね。わざわざ手紙を出すとかね、何かの会合で会った時にちらっとね、一言言うぐらいやったらいいんですよ。それがまあまともな外交というもんであって、手紙出したら残るでしょでデモとかをやってですね、でデモ参加した人にですね、日当渡してたとか言ったら、もうバレたらかっこ悪いやんと、現にかっこ悪い状態になってるんですけど、こういうこれで、あのね、中国の習近平がね、この前サンフランシスコ行ったんですね、去年の11月に。もう大々的なですね、反中デモがあったわけですよ。そんなん別に日当渡さんでも、みんなね、アメリカ中から集まってくるわけですよ。習近平来るなーみたいな、アメリカの辻踏むなーみたいなで、中国も負けじとですね、擁護派をいっぱいですね、カリフォルニア中から集めてですね、こう対決をしたんですけども、やっぱりね、自発的に集まってきた人の方が強いですよ、お金で雇われたデモ隊よりも。だから結構ですね、習近平ですね、サンフランシスコでですね、半ばメンツを潰されたような形になりました。反対派の方が多かったということでね、もうそういうね、なんて言いますかね、お金を出してまでですね、デモ隊を組織しなければならないようなですね、ことはやめたらええやんと思うんですよね。まあそれでもやるんでしょうね、中国という国は。もうそこがやっぱしね、中国という国のやっぱ弱いとこですよ、弱いところ、金を出さなければ人が集まらないってまあね、まあですね、このあの政権はそう長くないなと思いますね。いつも申し上げている通り、もう5年以内ちゃうんかなと。だから2030年頃までにはもうなくなってるんちゃうんかなというか、今のですね、経済的な苦境を抜け出せなければですね、中国弱る一方でですね、もうその人類史上最大のバブルの始末を今中国がやってるんですよ。で、これから人類史上最大の金融危機が起こるわけですよ。もうその今入り口に立ってるんですけどね、彼らにあんまり自覚はないと思いますけど、もうこれからが超大変でですね、台湾なんかを追いかけ回してですね、邪魔してる場合ちゃうんですけどねほんまに。でもまあ一生懸命やってると。まあこれ去年の話ですけどね。はい、ということでですね、もうまあこの今読みかけました大紀元のですね、台湾総統に会うな、中国総領事館米ニューヨーク市長に圧力行使という記事のですね、アドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。